はい、この間買ってきた、FM トランスミッターはこちらになりますね。見えますかね。こういうのなんですけど、あ、ボケてますね。これ USB の、やつがですね、ここに、入るようになってるんですけども、ここアクセスランプなんですけど、読み込みするとですね、ここって点滅するんですけど、そうですね、さっき行きまして買ってきました。これですね、2枚セットで、1000円で買ってきましたんで、SD カードの方にしたんですけども、当然これで、容量不足になることはないと思うんですけどね。あとは、ヨーカドの方にですね、ちょっとおせちを予約してたもんで、ちょっと今から取りに行ってきますので、混まなきゃいいんですけどね。この車逆走してますね。ヨーカドまでなんで、ここからだと10分かかんないですかね。目の前なんですけど、これも逆走ですね。怖いっすね。あとですね、ジャスコでちょっと気になったんですけど、5万9800円で、なんかソニーのバイオノートですかね。15台限定で売ってたんですけども、なんか前、この SD カードを買うときに、2台と3台なんで5台売れたっていうような感じでしたかね。ノートパソコンは特に必要ないですけどね。パソコンはもう必要、いらないと思ってるんで。初売りで、あと、なんか5000円の福袋があって言ってたんですけど、なんか全然もう売り切れですね。やっぱ開店の時並ばないと、台数券っていうのは買えないと思いますんで。なんすかね、法務局って書いてますね。いつの間に、なんすかね、法務局って。ここも結構久しぶりなんですけどね。ヘビタなんですけど、めったにここ使わないので、今日はあとおせちを取りに行って、ちょっ
たまガソリン給油して帰るような感じですかね。ちょっと溶化度が1個増えちゃったんですけど、すっかり忘れてたんで。元旦営業の店が多いので、別に元旦つ印象はあんまりなかったですね。まあ普通の今日土曜日ですから、まあ普通の土曜日っていうような感じでしたけど、意外とでもこの辺は車通り少ないですね。なんか大半の車がなんかみんなジャスコに行っちゃってるんで、この渋滞はねえなと思うんですけどね。あの帰り際にですね、ちょっと大渋滞の横をちょっと通過していきたいなと思ってるんで、休みっつうのはおそらく生協さんだけじゃないですかね。なんか生協さんは2日間ってね、なってましたんで。ああ、こっち来たら失敗っすね。地下駐車場に入れないんですけど、無理やり回っちゃいますかね。まあ、たまにはあの ゆっくり市内走ってた動画もいいかもしれないので、ちょっと今日はそれで撮影してるんですかね。ですね、地下の方に行きますので、地下駐車場ですね。段差もやばいですね。この地下駐車場の動画を上げてる人って多分いないと思うんで、何もないですけどね。車が止まってるだけなんですけど、
それではちょっと10分過ぎちゃったんでストップします。